皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はトレーニングベルトを使って腹圧をかけるかけ方についてご紹介していきます。腹圧が大事だよとかね、しっかり腹圧をかけて体を安定させましょうって、いろんな動画でね、まあいろんな人が解説をしてます。私も結構簡単にね、腹圧って言ったりしてるんですけども、トレーニング初心者の方からすると、そもそも腹圧って何なんとか、腹圧をかけるってどういう状態なんっていうのがね、ちょっと分かりづらい方もたくさんいらっしゃるかなと思うので、今回はまあベルトを使いながらですね、腹圧をどうやってかけていくか、うまく腹圧をかけて体幹を安定させるコツについてね、ご紹介させていただければと思います。で、早速ですね、まあ、ベルトを巻くところからやっていくんですけども、まあ普通に、ね、ベルトを通していただいて、ベルトを巻く位置は、まあ、この腰骨のちょっと上ぐらいの指1本から2本分ぐらい上のところですねに通していただいて、息を吐いてお腹を引っ込めたところで、もう強めにギュッと締めちゃいます。こんな感じですね。締める強さの目安としては、指2本ギリギリ入るぐらい。なので、指1本も入らないぐらいギチギチに締めてしまうと、それは強すぎですし、逆に、これね、本当に初心者の方やりがちなんですけれども、もう、指3本とか余裕で入っちゃいますっていうぐらい、ゆるゆるに巻いてしまうと、これは逆に圧が弱すぎて、こうせっかくベルトを使ってるメリットがなくなってしまうので、おすすめできないです。私のね、前に出した動画のコメントで、ベルトをいちいち外すのがめんどくさいんで、ずっとつけたままトレーニングしてますっていう方がいらっしゃったんですけども、ずっとつけてられるぐらいの圧だと弱いです。もう苦しくて、1セット終わったらもうすぐに緩めて外したくなるぐらいの強さで締めてあげないと、ちゃんとベルトのメリットっていうのが 100% 発揮できないので、そこは気をつけてください。で、まあ、ベルトを締めていただいたら、まあ、トレーニングの動作に移る前に腹式呼吸で息を大きく吸い込んでお腹を膨らませます。で、このお腹を膨らませて、このベルトを押し返す。で、その押し返した状態で息を止める。これで腹圧がかかっている状態になります。で、このまま動作をしていただくっていう感じですね。例えばスクワットなんかでは、バーを担いだときに、しゃがむ前に息を大きく吸い込んで、ベルトを押し返すようにぐっと息を吸い込んで、息を止めたまましゃがんで立ち上がって、一番上に立ち上がったところで息を吐いて、でまた吸い込んで腹圧をかける、息を止めたまましゃがんで立ち上がってというような形をおすすめしております。まあその流れについてはね、また各種目でしっかり解説をしておりますので、そちらをご覧いただければと思います。この腹圧をかける時の注意点をね、ご紹介していきます。まあ、せっかくなのでちょっとベルトを変えましたけども、息を思いっきり吸い込んで、まあ、お腹で、ね、ベルトを押し返すと言いましたけども、よくある、ね、ミスとして、息を吸い込んだ時に肩が上がってしまう方、まあ、ちょっと今大げさにやりましたけども、こういう感じで肩が上がってしまってしまう方ね、いらっしゃるんですよ。まあ、スクワット担いだ時とかもね、こうやってバーと肩がちょっとね上下してしまう方、まあ、いらっしゃると思うんです。これでね、しっかり腹圧がかかってると感じる方もまあいらっしゃるとは思うんですけども、実はね、息を吸い込んだ時に肩が上がってしまうと、腹圧がうまくかからない、抜けてしまう原因になってしまう可能性が非常に高いので、気をつけていただきたいですね。なぜかというと、息を吸い込んでお腹でベルトを押し返すときっていうのは、ただただお腹に息を、ね、しっかり入れればいいわけではなくて、腹筋もね、しっかり力を入れないといけないんですよ。腹直筋
から腹横筋、腹斜筋、腹部にある筋肉もしっかり力を入れないとなかなか効率よく強い腹圧をかけることができなくなってしまうんですね。息を吸い込んだ時に肩が上がってしまうと、実はこの腹筋のね、一部である腹直筋という筋肉が伸びるんですよ。肩が上がると腹直筋が伸びると、それだけ腹直筋にうまく力が入ってくれない、力が抜けてしまうので、うまく腹圧がかかってくれないということになってしまうので、息を吸い込んだ時に肩が上がらない、上下しないようにしっかり下に下に息を落としていくイメージで、腹筋にも力を入れながら息を下に下に溜めていって、お腹でベルトを押し返すように意識をしていただけると、より強い腹圧をかけて体を安定させることができますので、おすすめです。そしてベルトの豆知識じゃないんですけども、このねベルトをこう止めるところ、まあ、バックルって言ったりするんですけども、この形もね実は結構いろいろあります。まあ、これが一番一般的なピンで止めるタイプですね。これがいいとかっていうのはないんですけども、このピンだと実はここから外すときにベルトを引っ張っただけだと外れないんですよね。やっぱ圧がかかってるんで。なので一旦お腹を引っ込めて、ちょっとベルトをギュッと一旦締め込んでから引っ張ってあげないとピンが外れないので、ちょっと外すのがねやりにくかったりするんです。で、そういうのを解消してくれるのが、これがフックバックル式というんですけども、つけるとこまではさっきのピン式のやつと一緒なんですけども、こうやって外すときはここを引っ張るだけで簡単に外れてくれるというね、優れものになってますので、これだとね外すのはすごい楽になります。で、もっと楽なのが、まあその分高いんですけどね、こういうねレバーが稼働するタイプのやつなんで、つける時もすごい楽なんですよ。こういう稼働式のレバーだとね、例えばまあこの辺で、まあ、すごい緩いです。ゆるゆるに巻いてます。もう指4本ぐらい入っちゃうぐらい、ゆるゆるに巻いてるんですけども、ここからレバーを引いていくと閉まってくれるんですよね、自動的に、はい、で、しっかり腹圧がかかると。で、終わったらこのレバーを引くだけで緩くなるので、つけるのも外すのも簡単と。まあ実はそういうベルトもあったりします。その分高いですけどね、これは3万円ぐらいします。私のさっきのフックバックル式のやつは8000円ぐらいで買いましたけども、まあバックルの違いもあったりするので、ご自身の腹圧の強さとかね、つけやすさ、外しやすさなんかも、考えながら、ね、ベルトを選んでいただけるといいんじゃないかと思います。ということで、ちょっとね、話はそれましたけど、腹圧のかけ方について解説させていただきました。この動画がね、参考になった方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。